こんにちは。東京芸術大学で、オペラの演出をやっております直井健二です。今回も高田先生とご一緒に、皆さん学生さんと一緒にこのオペラを作っていくことを非常に嬉しく思っています。もう4回目になりますね。東京芸術大学の名誉教授、高田道夫です。今回、台湾師範大学と優秀な学生たちと私たち、東京芸術大学の教員が、共同で一つのコンサートを作り上げていくこと、これはとても嬉しい作業でした。彼らはとても優秀です。その人たちとこうやってやれることをとても私は嬉しく思っています。